本日のビッグさん、3回目なんですけどもね、ちょっと、皆さんうまいんでね、よろしくお願いします。そもそもこの島村ガキさんとね、ちょっとお世話になることになった、初めのホットラインっていうね、歌の会があって、歌の会というかね、コンテストがあって、それで最初ね、ゾウさんギター、こんなのいいギターは持ってなかったゾウさんギターっていうちっちゃいギターね、あれで昔ちょっとボーイのコピーをね、やってて、でもうだいぶ何十年もギター弾いてなくて、でまあゾウさんギターの方をね、ちょっと昔使ってたやつを持ってきてシャカシャカやり始めたらちょっと楽しくなってきてね、でまあ昔作ったオリジナルであったりとかね、今はもう主にオリジナル、全部作って YouTube の方にね、成功したやつだけちょっとアップしてるみたいなね、まあ、自分の中での成功がどのぐらいの成功かというかね、ちょっとそれは分からないですけどもね、アップさせてもらってます。一応その曲中心にオリジナル全てやっていきたいと思います。お願いします。ボリュームがゼロになってましたね。はい、1曲目いきます。年越しという、ね、曲いきます。紛らわすように昔の写真なんか見て余計寂しくなる、バカな俺なのさ、子供の頃だと遊ぶ手立てが山ほどあったのに、素直に感じれることも、月日が流れてしまうことが怖いと毎年思いながら年を越しているのさ、冷たい布団の中ウォークマン聞きながら現実から逃げる自分だけの世界に、外は今にも雪が降り出しそうな気配で、俺の冷え切った体をさらに冷やしながらゆっくりと時間を刻む時計の音だけが テレビのスイッチを入れては落ち込み、鏡の中にひげだらけの顔、裸足で歩きながら何をするでもなく、気だるさが体中まとわりすぎてくる、ふと気がつくと鍵を握りしめて外へ飛び出す、行くあてもないくせに、ハンドル握りながら好きな風へと追っかけて、汚れた車の中今の俺にはオアシス、くだらない毎日と戦って生きている、俺は何かやらなきゃいつも思っている、今にも雪が降り出しそうな気配で、俺の冷え切った体をさらに冷やしながらゆっくりと時間を刻む時計の音だけが、月日が流れて
と毎年思いながら年を越しているのさ。タイガーキングっていうね、一応名前でやってるんですけど、プロレスが好きでね、昔からアントニオ猪木さんとか、藤波辰爾さんとかね、昭和56年代のプロレスが好きで、その時代の初代タイガーマスクのね、佐山悟さんが、初代タイガーマスクとしてデビューしてね、デビュー戦の方で、皆さん知ってるかな、ダイナマイトキッドというね、当時ジュニアヘビーで藤波辰爾と争ってたね、選手をジャーマンスープレックスホールドでデビュー戦で蔵前攻撃官ですね、忘れもしない、ホールしたと。誰なんだこの人、こいつはものすごい強かったんですよね。四次元殺法の走りみたいな方でね、今の格闘家として活動されて、たまにタイガーキングっていう名前でね、4、5年ぐらい前までやってたんですけどもね、その方が好きでもうそのままタイガーキングで撮りました。はい、まあ覚えやすい名前かなと思いましたね。はい、はい、2曲いきます。このね、季節になるとね、新しいところでね、皆さん、ちょっと、ね、新しい職場で働いたりとか、転勤で、新しい会社入ったりとかね、転職したりとかしてやられるかと思うんですけど、私もね、仕事してて割と転勤の多い仕事してる、今ねちょっと尼崎の方で働いてるんですけどね、まあそこで一応転勤して先でいろいろ、まあ人間関係いろいろあるんですけどね、ちょっと作った曲です。新しい世界の曲です。聴いてください。
中で新しい出会いの中で雨の日も風の日もあるけれど誇らしく生きてゆけばいいのさ誰も彼もが人生の主役なんだから前を向いて胸を張って進んでゆけばいいのさ時にはぶつかることもあるけどそれが人間なのさ何度も転び何度も来て強くなってゆくのさ人の心の痛み自分の強さに変えてゆくのさ都会咲く花びらのように強く優しく生きてゆくのさそうすれば自然と人が集まる不思議だね人の気持ちってやつはそうやって分かってゆくもんなんだよ構えず自分で飛び込みゆくのさ強く強く新しい世界へ雨上がりの夕日というね、曲で、皆さん知ってるかな、YouTube の方ではねアップしてるんですけど、私あの雨上がりのね結構澄んだ空気というか、なんですかねあのオレンジ色のね綺麗な夕日が好きで、まあその夕日をね、結構そういう 雨上がりのアスファルトの匂いも好きなんですけどね、ちょっと見た時にちょっと思いながら、詩を書いて、歌作ってみました。聴いてください、雨上がりの夕日です。My family どうしようもないことだらけ。も
ものすごいスピードで毎日過ぎている。自分に何ができるのか、大事なものを守るために、大きな心もね包んでいくのさ。 My family、My family、 Oh baby、 人は誰かのために生きて強くなる。誰かを愛することを忘れちゃいけないのさ。それが明日につながる希望の架け橋となって、人と人をつなげてくれるのさ。雨上がりの夕日に俺は誓うのさ。この世に生まれてきたことに感謝して、嫌なことから逃げ出さずに俺は立ち向かってゆくのさ。人として強く生きてゆくのさ。My family、 My family、 最高のメモリーという曲でね、ね、ちょっと若い時にね、ちょっとあった、いろんなことをちょっと歌いちゃいました。聞いてください。夕日が焼けに寂しく光
光る鱗雲目に飛び込んでくる涙が出そうになったら俺は現実に戻って生きてゆくのさ最高のメモリー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 最高のメモリちょっと脅かせるようなね、ちょっと感じになってますね。ね、もうちょっとね早くね世界が本間の意味でね、平和になってほしいなというね、思いを込めて、歌詞の思いを込めて一応、まあ最近作ったのは違うんですけどね、結構前に作った曲で、まあ今やる時かなと思って、やらせてもらいます。人間です。聞いてください。人の気持ちなんて一
一日で変わる気持ちが変われた思いも変わる本当の敵は自分の中にいるそれは自分自身と戦うことさ欲望に負けて争ってる人間同士で傷つけ合ってる同じ過ち繰り返さないように俺は真剣に願ってる隠して自信を取っている罪ない命奪われてる立ち上がろうこれからが始まりなんだよ人間ってすごいだぜララ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 ラ人間ってすごいだぜでかいだぜでも弱いだぜ